いらっしゃいませ。はじめまして、あゆです。今日はご指名いただきありがとうございます。一緒に楽しみましょうね。そうだな静かなんですね。私、上流さんみたいな人とどう盛り上がるかって考えるのが一番燃えるんですよね。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。上流さん、お酒は結構飲める方ですか？普段どれくらい飲みます？ザルって言われるな。さすが上流さん。けど浴びるように飲んでたらすぐ体壊しちゃいますよ。一日に飲むお酒の量はほどほどにして、毎日私とここで一緒に飲みましょう。上流さんにとってお仕事する上で大事にしてることって何ですか？誘惑に打ち勝つ意志力だ。すごいストイック。そんなこと言われたら試しに誘惑したくなっちゃいますね。また来てくださいね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。上流さんって体格いいですよね。何かスポーツとかされてるんですか？毎日ジム通いしている。やっぱり日々のトレーニングの賜物なんですね。筋肉は一日にしてならずって言いますもんね。私健康とか気を使う方なので、休日は楽な格好してることが多いですかね。ジャージにサンダルとかか？それも楽な格好ではありますけど、そういう意味の楽ではないですかね。私ありがたいことにこのお店のナンバーワンなんですけど、上流さんって
ナンバーワンってどうあるべきだと思いますか？背中を見せ続ける存在かな。おお、語らずとも態度で示すってことですか？確かに見せれる余裕があればサービスの質も上がるかもしれないですね。またお待ちしてますね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はご指名ありがとうございます。そうなんですよ。最近ますます接客とはってお仕事のこと考えるようになって。上流さんは接客ってしたことありますか？少しだけキャバクラの経営をしていた。そうなんですか？実はこのお店の元オーナーだったりします？なんか急に緊張してきました。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。私はずっと大阪なので地元にばっかり友達がいますけど、上流さんっていっぱいお友達いそうですよね。友達は多い方ですか？そうかもしれないな。やっぱりそうでしたか。上流さんのことを思ってる人がきっと日本中にたくさんいますよ。なんて。この季節になるといろんなコフレが出るからついつい買っちゃうんですよね。ジュールさん、コフレって何か分かりますか？化粧品だろ。正解。さすがジョウリュウさん、しっかり抑えてますね。コフレならいつでもプレゼント大歓迎ですよ。ありがとう、いただきます。大事にしますね。またお待ちしてますね。いらっしゃいませ。
次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。お疲れ様です。いただきます。私、ワイルドな男性が実はリップを塗ってるとか、そういうギャップにときめいちゃうんですよね。ジョリューさんも何かありますか？髪をかき上げた時のうなじだな。上級者のセクシーですよね。普段見えないポイントが見えるみたいな、こういう感じ。そうですね、オフの日は決まったことをすることが多いですかね。ルーティーンっていうか、何だと思いますか？フィットネスだろう。そうなんですよ、毎週のルーティーンにしてるから、体を動かさない日が来ると少し気になっちゃうぐらい。体も動かすと心も軽くなりますよ。上流さん、実は私、将来人助けができるお仕事がしたいんです。こういうお店を持つのもいいと思うんですけど、上流さんは私がどんなお仕事が合うと思いますか？美容サロンの経営はどうだ？なるほど、私は美容が趣味みたいなものだから、それならそのままお仕事に活かせそうです。ちょっと考えてみます。また会えるの楽しみにしてますね。いらっしゃいませ。ああ、今日の上流さん、なんかちょっと違いますね。もしかして前に私がおすすめしたあれ続けてくれてるんですか？お酒と一緒に水を飲むってやつな。そうですそうです、お酒を飲む前後にお水を飲むことで全然次の日の残り方が違うんです。続けてくれてて嬉しい。次何飲まれますか？すいません、こっちお願いします。ほんまにめっちゃ嬉しい、ありがとう。乾杯。お店のイベントでコスプレする日があるんですけど、ジョールさんだったらどういうコスプレが好きですか？アイドル衣装がいいな。アイドルが好きなんですね。推しの子と二人きりになったらみたいな感じ。遠い目、はるか、推しの子の話ですか？
友達がマッチングアプリで出会った人と初めてデートしたら聞いてたのと全然違う人が来たって。上流さん、そういうのどう思いますか？突き通せない嘘はやめた方がいい。そうですよね。長く付き合うことを考えたら嘘をついても何の意味もないですよね。ありがとうございます。また会えるの楽しみにしてますね。いらっしゃいませ、ああ次何の？すいません、こっちをね。上流さんって聞き上手ですよね。だけど上流さんのことももっと聞いてみたいです。自分から話すのが苦手なんだ。そうなんですか？でも本当に言いたいことは女で言ってくれそうな雰囲気がありますよね。はい、お座りどうぞ。じっとして何見てるんですか？素敵な瞳だ。ありがとうございます。上流さんに見つめられるとその気になっちゃいそう。上流さん、美容サロン経営のために必要な資格の勉強を始めたんです。おかげさまで大切な一歩を踏み出すことができました。おめでとう。祝杯をあげようか。もう詳しくは聞かないんですね。上流さんにはいつもついつい乗せられちゃいます。いえ、何でもないです。上流さん、この後予定空いてますか？よかったらアフター行きませんか？ぜひご一緒しよう。嬉しい。ありがとうございます。楽しみ。じゃあまた後でね。ごめんなさい、お待たせしちゃいましたか？いや、大して待ってないさ。それじゃあ行くか。素敵なお店、ちょうどお腹空いてたんですよ。好きなものを頼んでいいぞ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あー、美味しかった。それは良かったな。ねえ上流さん、上流さんって写真撮影得意ですか？ん？写真撮影？まあそれなりにできると思うが。じゃあちょっと撮ってほしい写真があるんですけど、いいですか？
ああ、別に構わないわ。じゃあ行きましょう。ねえ、この衣装似合ってるかな。実はずっと前からこの衣装着てみたくて、上流さんだからお願いしちゃった。なんだか恥ずかしいね。こんなポーズ上流さんにしか見せられないよ。もっと秘密の写真撮りたくないですか？上流さんがよかったらいいですよ。